ほおばる、がんばる、北海道米、ラブ。みなさんこんにちは。ミス北海道米の織目ほのかです。私は今、札幌にある北連農業総合研究所にお邪魔しております。北連農業総合研究所は、農畜産物の生産から流通、販売に関わる幅広い研究、スマート農業などの新技術の実証と普及支援、また食の安全・安心に関わる検査を通じて北海道農業をサポートしています。お米についても様々な研究が行われており、北海道米の全国的な評価向上にも大きく貢献しているんです。またお米の食味感能試験では年間約30回、炊飯器で約100釜分の炊飯を行っており、北海道米の美味しさを日々科学的に追求しているお米のプロフェッショナルなんです。今日はそんな農業総合研究所でお米の研究の担当をされている飯野遥さんに北海道米の美味しい炊き方を教えていただきたいと思います。飯野さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。では今日は私たちが食味感能試験でいつも行っている炊飯方法をベースに家庭用にアレンジした美味しい北海道米の炊き方をお教えいたします。まずお米の量を正確に測ります。今回は3合なので 450g です。次にお米を研ぎます。研ぎ始めから親戚終了までは最低1時間取ってください。そうすることでしっかり吸水させることができます。水を入れたら下から上に向けて5回かき混ぜます。このお水はすぐに捨ててください。まず10回研ぎます。90度に回してまた10回研ぎます。これをあと2回繰り返して合計40回研ぎます。研ぐときは指先を立てて軽く引っかくようにリズムよく行ってください。あとはすすいでいきます。水を注ぎながら下から上に向けて10回かき混ぜて水を捨てます。この作業をだいたい濁りがなくなるまで繰り返します。最後のすすぎが終わったら水をなるべくギリギリまで捨ててお米を釜に移します。あらかじめはかりの上に釜を乗せてゼロ合わせをしておきます。加水をしていきます。今日は7つ星なので測りの目盛りが 1035g になるまで水を入れていきます。炊き上がりました。炊き上がり後はすぐにしゃもじでほぐしてください。十字に切ってご飯を下から上に返して軽く広げるように行ってください。飯野さん、はい、私はお米が柔らかすぎたり硬かったり炊き上がりにムラが出てしまうことが多くあるんですが、注意すべき点はありますか？はい、炊き上がりにムラが出る場合は加水量が品種に合っていなかったり浸積時間が足りなかったりする場合が考えられます。水量については例えば先ほどの7つ星だと 1.3 倍、
ゆめぴりかだと少し少なめの 1.2 倍になります。他の品種にもぴったりな加水量がありますので、ぜひ試してみてください。また無洗米も同じ水加減で美味しく炊けると思います。飯野さん、本日はいろいろ教えていただきありがとうございました。私も家で早速実践してみたいと思います。はい、ゆめぴりか、七つ星、ふっくりんこなどそれぞれの品種に合った炊き方で北海道米をより一層美味しく召し上がっていただきたいと思います。